バターアリャ修道院は、ドミニコ修道会の修道院であり、ポルトガルレイディア地方の都市であるバターアリャにある。ポルトガルにおける高期ゴシック建築の傑作であり、マヌエル様式も用いられている。バターアリャ修道院は、切り妻屋根、戦闘と小戦闘、控え壁によって、多くの人々を驚嘆させる。バターアリャ修道院は、ポルトガルの独立を象徴する建築物であり、 1983年、ユネスコの世界遺産に登録された。正式名聖母、マリア修道院で知られる、バターリャ修道院は、1385年8月14日、バターリャ近郊で行われたアルジュバロータの戦いで、カスティーリャ王国軍を、ジョアン一世が打ち破ったことを、聖母マリアに感謝するために建設が開始された。アルジュバロータの戦いは、 1383年からカスティーリ王国とポルトガルとの間で展開された戦争においてポルトガルの勝利を決定づけた戦いとして知られバターリアとはポルトガル語で戦闘を意味する修道院は2世紀にかけて建設された建設が開始されたのは1386年であり1517年にある程度の完成を見せるがその間に ポルトガルの国王は7人が在位したことになる。修道院の建設には15人の建築家が携わったが、その中でも6人の建築家の名前が知られている。また、膨大な人的、物的資源が投入されると同時に、バターや修道院の建設を通して、ポルトガルは国内では未知であった建築技術、芸術様式が導入され、独自の発展を遂げた。 最初に1386年より建設に従事した建築家はアフォンソ・ドミンゲスである。1402年まで建築作業を続けたドミンゲスが修道院の計画を立て多くの建築物を立てた。ドミンゲスの様式は本質的にはレイヨナンゴシック形式であったが、イングランドの14世紀から15世紀に流行した垂直様式の影響も受けている。 ヨーク教会堂のファサードやカンタベリー大聖堂の新郎や翼郎とバターリャ修道院は多くの類似点を持つ。1402年から1438年まではフュゲットが建設を支持しバターリャ修道院にフランボアイアン式を導入した。バターリャ修道院におけるフランボアイアン式はメインファザード三次会室のドーム創設者の礼拝堂。 未完の礼拝堂の基礎構造、修道院の東及び北の振動に見ることができる。フュゲットは、新道の高さを32.46メートルまで伸ばし、金星を保つために、教会の内部を狭く見せようとした。フュゲットは、浴望を完成させたが、礼拝堂については完成させることなく、生涯を終えた。 アフォンソ5世時代の1448年から1477年の間には、ポルトガル人建築家であるフエルニア・オドエボーラが建築作業を続け、アフォンソ5世の回廊を増築した。マテウス・フェルナンデスの墓、マテウス・フェルナンデスが1480年から1515 15年の間、建築を支持した。未完の礼拝堂の入り口にマヌエル建築を導入した。 ディエゴ・ボイタックが、マテウス・フェルナンデスと共に作業を行ったが、ボイタックは、狭間飾りをかつて、ドミンゲスが手掛けた王の回廊のアーケードに施した。ジョアンド・ドカスティーリョによって、ジョアン・三世時代まで、ルネサンス建築様式が、バターアリア修道院に導入されるなど、バターアリア修道院の建築は継続されたが、リスボンのジェロニモス修道院の建設に全力を注ぐ、ジョアン・三世の決定によって、 建設が中止されることとなった。その後、バターリャ修道院は、1755年のリスボン王自身によって、損害を被ったが、これよりも多くの被害を受けたのが、ナポレオン敗下の将軍アンドレ・マッセナによる破壊である。ナポレオン支配に対して起きたスペイン独立戦争が、イベリア半島で展開された1810年から1811年に、かけて、バターリャ修道院は、 多くの被害を受けた。また、1834年には、ドミニコ修道会が、バターリャ修道院の建築物群から追放されると、修道院は放置され、廃墟と化した。1840年、フェルナンド2世が、ゴシック建築の傑作である、バターリャ修道院の修復を宣言し、その作業は、20世紀の初めまで続いた。1980年には、修道院は、 博物館へと転換された。騎馬像のある南側の広場から見た、バターリャ修道院の外観。修道院の入り口は、この画像では、左側になる。バターリャ修道院の外装は、ポルトドモスで産出された、石灰岩によって構成されており、時が経過するにつれて、オード色へと変色していった。バターリャ修道院の外装は、レイヨナン式とフランボワイアン式といった。 ゴシック建築の様式に加え、ルネサンス建築が融合した、稀有な例であり、また、イングランドの垂直様式の要素を強く持つ。他のすべてのドミニコ修道会の教会のように、バターアリア修道院は主道を持たない。騎馬像のある広場に面した西側のファサードは、控え壁と巨大な片縫い柱によって三つに仕切られている。西側のファサードの壁を隔てて、創設者の礼拝堂があり、 このファサードの右手には、未完の礼拝堂がある。修道院の入り口は、この西側のファサードが南に面していることから、騎馬像を左に見ながら、右側に曲がったところ、西側の広場に面している。この入り口から、修道院内部に入り、左手に、王の回廊があり、王の回廊の東側には、三次会室、王の回廊の北側には、アホンソ五世の回廊がある。 バターリャ修道院のポータルバターリャ修道院の入り口のアーチボールトを拡大して写した写真。キリストの大に西側の広場に面している修道院の入り口はアーチボールトの形をとっており、そのボールトの中には78の製造が飾られている。78体の製造は6列に分けて並んでおり、それぞれに旧約聖書に登場してくる王、天使、預言者、 聖者が天外の元に並んでいる。また、ボールトから地面へと繋がる部分の両脇には、首都と鎖で縛られた悪魔の彫像がある。加えて、修道院の入り口のアーチボールトの上部の三角形のような形をしたスペースには、キリストの体幹の様子が彫刻で施されている。振動。正面には、ステンドグラスがある。修道院の振動の高さは32メートルあり。 金星を保つために幅は22メートルと狭い。現在ある高さにまで設計、建築したのは二人目の建築家であるフィネットである。振動には彫像や装飾物が少ないため落ち着いた印象を与える。天井は複数の支柱と装飾されたキーストーンで構成されたリブボルトである。光は10枚あるステンドグラスから差し込まれてくる。 バターアリャ修道院はポルトガルにおいて最初にステンドグラスを備えた教会建築である。フランケン地方やニュルンベルク地方のドイツ人の芸術家がバターアリャに持ち込んだとされ、最古のステンドグラスは1430年代以末のものである。マテウス・フェルナンデスと彼の妻は入り口の近くの大遺跡のもとに埋葬されている。また、創設者の間礼拝室の近くには アルジュバロータの戦いで、ジョアン一世の命を救った、キシマーチム・ゴンソルベス・デ・マサーダの墓も近くにある。ジョアン一世の墓創設者の礼拝堂は、1426年から1434年にかけて、ジョアン一世の指示の下、フュゲットが建設したポルトガルで、最初のパンテオンである。フランボワイアン式とイングランドの垂直様式の調和を見ることができる。礼拝堂は、 三つの角館と中央の八本の支柱によって、控え壁が設けられた八角形の空間に分けられる。八本の支柱にはアーチが掛けられており、クロケットと呼ばれるゴシック建築に特有の装飾が施されている。中央には、ジョアン一世と王妃のフィリッパでレンカストレの棺が置かれている。当時のポルトガルとイングランドの良好な関係を象徴している紋章が見て取ることができる。 墓には、ジョアン一世のモットーである、ポルベント、王妃、フィリパのモットーであるエルミー・プレットが繰り返し、掘られている。ジョアン一世と、王妃、フィリパの墓の南側には、ペドロ王子、エンリケ公会王子、フェスで隠しした、フェルナンド聖王子の墓がある。また、歴代のアビス家の国王である、アフォンソ五世、ジョアン二世、十七歳の若さで養成した。 ジョアン2世の息子であるアフォンソ王子の墓もある。未完の礼拝堂未完の礼拝堂の玄関を飾るマヌエル様式の彫刻未完の礼拝堂はバターリア修道院が完成型を見ることがなかったことを示す証でもある。未完の礼拝堂自体はドゥアルテ一世によって1437年に着工した。目的はドゥアルテ一世と彼の子孫が埋葬されるための 王室の第二の霊廟であったが、実際には、ドゥアルテ・イーイとその妻である、レオノール・デ・アラゴンの二人のみが埋葬されている。未完の霊拝堂は、もともと、フュゲットが設計したものであるが、後に、マテウス・フェルナンデス設計のものが現存の霊拝堂の、主な姿となっている。霊拝堂のそれぞれの角には、ボールトを支えるために作られた未完の控え壁がある。また、 マヌエル様式の彫刻が施される形で、ボイタックが設計した支柱が立つ。礼拝堂の入り口は15メートルの高さになっている。もともとは、ゴシック建築の手法が用いられていたが、マテウス・フェルナンデスの手によって、マヌエル様式の傑作へと変わり、1509年に完成した。カビで、またスタイリッシュである、マヌエル様式の彫刻は、天球、翼を生やした、天使。 ロープ、円木の切り株、クローバーの形をしたアーチといった形で表現されている。また、バターリア修道院建築において被護者の立場を取った、マヌエル一世やドゥアルテ一世のモットーでもある、レイテ・ファータムやセレーという言葉が200以上、礼拝堂の中のボールトやアーチ、柱に施されている。1533年頃には、ジョアンド・ドカスティーリョの手によって、 ルネサンス建築の手法である鈴み廊下が施された。三次会室は王の回廊の東側にある。三次会室を訪れることで、この修道院の建築の出発点に戦争があったことを人々に思い起こさせる。第一次世界大戦で亡くなった二人の無名の戦士の墓を守る形でガードマンが立っている。この部屋の特筆すべき点は柱が一本もない形で、 ボールトが完結している点である。フュゲットの手によって設計されたという伝聞が残る。1508年、部屋の東の壁面にステンドグラスが施された。このステンドグラスは、キリストの苦難の場面を表している。マヌエル様式の装飾が美しい王の回廊王の、回廊は、もともとは、バターリャ修道院の建設計画になかったものである。 フェルニア・オド・エボラが1448年から1477年にかけて建設した。王の回廊に残されている彫刻は、マヌエル様式とコシック様式を上手に融合させており、第二の建築家であるフューゲットが最初に施し、後にマテウス・フェルナンデスが追加している。アライバンは王の回廊の北西の角に置いてある。バターリア修道院に設置してあるアライバンは、 マテウス・フェルナンデスの作品である。水が出る装置と二つの小さな洗面器からなり、アライバンの周りの複雑な狭間飾りを通して、全体が金色の光に包まれている。王の回廊に隣接するアフォンソ五世の回廊は、二つの尖ったアーチを持つ、ゴシック様式の回廊である。15世紀の半ばに、フェルニア・オド・エボラが建設した。フラボイアン式で、 アフォンソ5世の回廊よりもやや大きい王の回廊とのコントラストを見ることができる。回廊のボールとにはドゥアルテ1世とアフォンソ5世の紋章が刻まれている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。